バイスチャンネルのサーバント紹介始まるよ。どうも、バイスです。今回紹介するサーバントはこちら。スズメ改め、灯籠流し。命は取りません。デチが、その二枚舌は許しません。つづらの道行き、これにて閉廷。イエーイ。お仕事でち。炎尺抜刀術、奥義の一。スズメのお宿の活動日誌ピックアップで入手可能なセイバークラスの星5、下切りスズメのベネエンマちゃんです。かなり優秀なスペックで登場していて、特にこれがヤバいです。クラススキルお化け、中には自身にスキル封印無効状態を付与などのかつて見たことないのまでありますね。ちなみにこの腹話術 EX の説明欄にはヤバい涙が。宝具はアーチ単体特攻宝具で、こちらも初の混沌属性と悪属性2つに効果がある二重の特攻効果で登場です。両方とも1ターン継続するので倍率は 40% スタートと若干抑えめですね。同じようなスペックのジャックちゃんのマリアザリッパーは 50% スタートなので、こちらも二重特攻な分抑えられてそうです。ただ両方刺さる相手には威力は抜群で、クリティカルブレイブ EX とか決まった時にはもう脳汁がやばそうですね。なかなかロマンのある宝具エフェクトだと思います。そしてこちらがスキル構成です。 AEXEX となかなかやばいですね。スキル2とスキル3のつづらスキルにはデメリットもありますが、特に気になることはないでしょう。攻撃面ではクリティカル威力アップと防御ダウン3ターン、攻撃力アップ3ターンを持っていて、防御面では回避と宝具封印、クリティカル発生率をダウン、サポート面ではレベル依存の NP 増加、強化解除耐性をアップと、もう、なんというか、すごいですね。さすがおかみさん。何でもこなしてしまう。NP 増加は、最大 20% なので、同じタイプのスキルを持つ、オジマンディアスと、エレナママと比べても、見劣らないです。純粋な火力だけなら、オジマンやエレナママを超えるので、一生使えるレベルで強いサーバントですね。特に、アーツ単体宝具なところがいいですね。玉もちゃんともすごい相性が良さそうです。スキル強化には2部3章で追加されたカンコスズを必要とするのが難点ではありますが、ぜひ入手をおすすめしたいサーバントの一人です。続いてベネエンマちゃんが活躍するエンマ帝繁盛期のイベント開催と同時に、キヨ姫、フィン・マックール、タマモキャット、タマモの前にスキル強化が来てるので、こっちを見ていきましょう。まずキヨヒー変化 C が変化下流 C プラスに強化されました。防御力も最大 24% から最大 30% に強化され、スキルレベル依存の炎症状態が追加されてますね。こちらは 50% から 100% の増加効果があるようです。すぐ発動できてクールタイムもなかなか優秀なので、コンボパーツとして使ってみるのも面白いかもですね。相方としては通常攻撃に火傷状態を付与できる水着ちゃんのオルタとか面白そうです。羅刹とかすわ、修羅になるわ、叩くわ、行くわ、叩くわ、はっ、せっ、チリアクタとかせ、羅刹とかすわ、タマモキャット。呪術 E が呪詛、猫日照 B に強化されました。チャージ減少確率とクールタイムなどは変化なく、無敵効果が追加されてますね。持続ターンは長いですが、回数は1回なので、宝具を無敵で回避する目的では使いづらそうですが、自身の宝具回復効果を使う分には良さそうですね。フィン・マックールさんは分かりやすくて強い強化をもらいました。今までは確率回避なんてって結構叩かれてた印象がありますが、 NP チャージ効果が追加されたので、追加効果と考えたらいい感じです。倍率は最大 30% で、
宝具にアーツタダンヒット全体宝具を持っているので、NP 獲得量アップスキルやアーツアップスキルと一緒に使うと結構リチャージします。クールタイムも緩和されましたが、今までがなんでそんな長かったのテレベルなので、やっと普通のスキル並みになった感はありますね。落ちたる心霊をもほふる魔の意、その身で味わえ、マッカルイン。輝いてしまおうか、ケルトの神々を祝福あれ。輝いてしまおうか。さあ、ゆうこよし。落ちたる心霊をもほふる魔の一撃、その身で味わえ、マクハルイン。最後に一番ヤバい強化をもらったのは玉物前ですね。こちらは呪術 EX が呪詛高日誌法 A に変化しました。防具威力アップが最大 30% で3ターン継続します。これはすごいですね。これで各カード完全に住み分けができるようになった感はあります。ループシステム系を組んだ時の威力もだいぶ変わりますね。試してみましょう。まず強化前、さあよっしゃ、来やがったな水曜の大波、行くぞ相棒。クリムエンチューブライディング、ヤッホー。豊橋花に憂いなくラブーンから。続いてスキル強化後、バリバリ乗ろうぞ。南の日差し、恵みとなら。さあ、大波だ。そらこ、行くぞ。来やがったな、水曜の大波。行くぞ、相棒。ブリルエン。俺が望むならいつまでもな。これはすごいですね。前衛のみで魔術霊装なしでこの威力なので、今後の活躍に大期待です。たまもちゃんについてはまた別動画でもまとめたいです。ちなみにフィンマックールさんにパラピー込みで全部載せるとこうなります。ケルトの神々を祝福あれ。了解ですもの。節約節約、バリバリ乗ろうぞ。輝いてしまおうか。エレメンタル起動、ある機毒性。さあ行こう。落ちたる心霊をもほふる魔の一撃、その身で味わえ、マクハルイン。ダメージはトータル40万超え、全部オーバーキルならリチャージ 125%。 なかなか優秀ですね。宝具レベルがまだ5じゃないので最大力を調べられなかったのは残念ですが、威力が上がればオーバーキルもしやすくなるので、今後のアーツシステムサーバントの活躍には大期待ですね。それでは今回はこの辺で。スキル強化をもらえたサーバントはなかなか魅力的なものが多かったですね。次回の強化サーバントにも期待したいです。もちろんモーションリニューアルにも。ではもしこの動画を気に入ってくれたら高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。
次回の動画でお会いしましょう。バイスチャンネルでした。またね。